めんそれしゅんちゃです。めんそれなおみんです。はい、はい、では今回の動画も飛島村にある鈴木金魚店さんのロケ動画公開します。前回今映ってるような室内の水槽を映していました。このチョウビとかも可愛かったね。さっきの東錦も可愛かったです。で今回は鈴木金魚店さんはね、室内ゾーンとプラ船ゾーンと分かれてるんだけど、まあ、繋がってるんだけどさ、そのプラ船ゾーンのランチュー以外の映像を映しますよ。ランチューゾーンはね、これも前回映したから、ぜひ見たい方は前回の動画、カード貼っときますので右上の方クリックしてくださいね。はい、はい、でこの辺のプラ船ゾーン、まずはお手軽価格の子たちから、この辺はねすごい値段が分かりやすくて、500円とか1000円とか300円っていう風に書いてあってね、まあ、好きな子を選んで買えるんだけど、その中でもやっぱ個性が全然違う子もいたりするから、お気に入りの1匹を選んで買うのもいいよね。しかもこのお店の子たちは結構元気だから、安いからといってそんなに変な子はいない。これ私がちょっとね、気に入った子、何匹かいた？1匹、そう、胴が短いタイプのね、丸いタイプがいいよね。好きだよね。でね、プラスチックケースも置いてあるから、自分ですくって横目で見たりして確認できるんだよね。まあ、最近はあんまりこういうところで買わなくなっちゃったけど、そういう親切心もある。でも綺麗な子多いよね。私はね、ここはやっぱりね、どうしても影を見ちゃうのね、金魚の影。そう、それがなんか可愛くてね。美しいね。そう、影が可愛いもんで、確かに。これでも時間帯によっては見えないんだよね。その日の角度がね。もちろんその時々でラインナップは変わるんだけど、基本的にはオーソドックスなランチューとか普通のね、アツバニシキ、リュウキンっていう感じでね、オランダもそうだけど、そういうのが多いよね。でも本当にね、いいと思う。特に初心者の方にはおすすめ。もう本当に数百円ですごい可愛い子買えるからさ、まあ、好みは人それぞれかもしれないけど、全然安いから悪いっていうお店ではないからね。むしろ当菜が多いよね、やっぱこういうところ。自家生産もしてるから、そういう意味ではやっぱりオリジナル品種じゃないけど、ここのお店のっていうのも変えたりするからね。いいよね。この辺の黒デメキもね、結構キャリコが混じってる時あるんだよね、何気に。そう、よく見るとね。懐かしいな。でもこれ映像だけ見るとちょっと涼しそうに見えるけどね、結構暑かったね。そう、暑かったんだけど、やっぱ影がいいなって思う。何回言ってんの。ちょっと遅めに行ったかな、いつもより。そうだね、夕方の4時とか、ちょうど5時前とか。これが親魚の非売のピンポ、すごいまん丸だね。すごかったね。かわいいな。たまにはこういうのも買ってみようかな、まん丸の。難しいかな、ピンポン。ピンポンだけならいいかな。明らかに泳ぎが苦手だもんね、あれ。特に丸ければ丸いほどね。そう、まあ、今回は何もお迎えしなかったけど、やっぱ高級ゾーンに目が行くんだよね。高級ゾーンっていうのは、高いのは3万円とかね、2万円のすごい大きなプラ船があるんだけど、そこは本当親魚にしたいような子ばっかで見とれちゃうんだけどね。どうでした？そうだね、やっぱり、種類はそんなに、なんていうの、
たくさんはいないんだけども、うん、やっぱその1個の種類で何匹もたくさんいるから、うん、やっぱその中からいい子を選ぶっていう感じかな、うん、ここそれさっき言ったねそう同じことだね、うん、だからそれだけかな私それだけそれに尽きるかな同じこと言ったんだね、うん、私はそういう感じなのここのお店は、ね、同じだよだから、うん、ごめん同じだったね、うん、あとあれだね育成の仕方でも変わるからね同じだったねそれ、うん、ちょもう一回やり直すじゃあちょっとやり直したくていいよ別にでも私そういう感じなんだもん、うん、本当に、うん、あのここでは本当にあでもここはねこの子ねそういつもマスコットの子がいるのね、うんうん、これ変わりやすまっぽいよねこの辺の頭もこもこしたのうん、うん、そうなのすごい子いるよ一人これだな、うん、この上に来てるの、うん、こういうの好きだなうん好きお耳が見えてないすごいねえでもこれすごいでしょ1万円だったっけあ一番2万円1万円のとこにいた気がするなあの一番隅っちょのとこだよね、うんうん、あそこねいいんだよね、うん、その1万円だけどやっぱいい子がいる、うん、あの確か1万円でその真ん中辺が多分2万円とか3万円とかの子がいるように、うんそうだね、もちろんそこも素晴らしいし、うん、値段が上がれば上がるほどクオリティは高くなっていったり、うん、大きくなったりするんだけどこの子この子だから1万円ぐらいのところが俺たちにはちょうどいいんだよね、うん、ちょうど欲しい子がいる、うん、で逆に5000円とか3000円のプラ船はもう足りないなっていうことが多い、うんうん、てか品種が琉金とかさ、うん、玉サバっていう感じの子が多いから、うん、そもそもあんまり好みではない品種だったりするんだよねあー、うん、そっか玉サバは可愛いけどね、うん、でもさちっちゃいのが好きじゃん、うん、そういうのを育てるのが好きじゃん、うん、あ大きい玉サバのことそうそうそう大きいのがいるもんで、うん、すごい大きいのいるのねで2万円3万円になるとやっぱすごい立派な江戸西とかいるじゃんもっこもこの、うんうん、だめっちゃ可愛いんだけどなかなかねなかなかねなかなかね、うん、なかなか難しいんだよなお迎えするのこの辺じゃない大きい玉さばくんだでもこれで3000円だと安いだよ、うん、でもやっぱり3000円で5000円か大きいのはちょっとねうん、うん、なかなかねほらこのモコモコの江戸錦、うん、やばいこれ超かわいいこの辺もいいんだよなそうだねここはいつも見るよねうん、うんうん、そうオランダっぽいのもたくさんいるしこれサイズ感分かりにくいかもしれないけど結構大きいんだよねうんこの辺はもうちょっと不可能レベルこの飼育が不可能この子たちのために多分90センチ水槽とかうん、うん、1匹2匹のために90センチ水槽って感じだね、うん、あやべ終わる、うん、じゃあ今日も最後まで動画見ていただきありがとうございましたまたねバイバイはいバイバイ